常に立ち回りの強い顔かかに対して一体ヒバがどう荒らしていくか。さあ開幕からこの速い動き、なかなか捕まえられないぞ。相当いってるし、まずは辻川がコンボを決める。さあこの挑発コンボ非常に長い、いつっても4000減っていうぞ。さあ切りを吐いて、ラッキーイメージがちょっと黙ったぞ。さあ2回分空中投げ、なんだこれは、なんというネタ、バーハンダイ仕上がっている。壇上のこの舞台で、しかし辻川も負けていない。牛が当たって倒かけの体力なら落ちてしまうか、ちょっと足りない。いや、タッチ B で残った体力を削り取る。さあまずは辻川、ヒマラケイマ先生、なかなか捕まらない、なかなか捕まらないぞ。逆に捕まえてコンボを決めていく。さあ落としてしまった。さあしかしあっという間にあーラクネの体力が減っていく。さあどうなる、あーラクネならまだワンチャンあるぞ。ネガティブがついたがダンシングエッジがヒット。あバーストが2個ある状況の荒くね。さあいつダンシングで触りに来るかわからないこのプレッシャー、落ち着いてさばけるか。さあ引きずり下ろして紫投げは抜ける。ここでお互い使っていく。サガパンからの顔かかの攻め、構えたい。さあここは安定コンボに切り替える。後半だ。さあ体力も減ってきたぞ。あどうする、空中投げ、どこで回そうかい。ここでラピッチボロしたか。さあ 8B がヒット、先方先制したのは辻川。さあ続いて大将戦じゃないと日干しにしてやるんや。最強のライチスカイ長とはトップクラスの番組